オーディン・ビリベイによる、ユミルの殺害ユミルとは、北欧神話、スノーリのエッタに出てくる現象の巨人。彼はまた、アウルゲルミルとも呼ばれる。なお、今あの日本語表記には、他に、ユーミル、ユミイル、イミルなどがある。スノーリのエッタ第一部、ギルビタブラカシの語るところでは、ユミルは、ギンヌンガガプの、ムスペルヘームの熱とニブルヘームの寒気が交わった、ところで生まれ、 原初の牛アウズンブラの父を飲んでいた。ユミルの体の各所から何人もの巨人が生み出された。その中には、頭が複数ある奇怪な姿の巨人もいたと、されている。ある時、最初に生まれた神ブイリの息子ボルが、ユミルの一族である下の巨人ボルソリンの娘、ベストラと結婚し、オーディン、ビリ、ベイの三神が生まれた。巨人たちは、 非常に乱暴で神々と常に対立していたが、巨人の王となっていたユミルは、このミカミに倒された。この時、ユミルから流れ出た血により、ベルゲルミルとその妻以外の巨人は、死んでしまった。ミカミは、ユミルを解体し、地から海や川を、体から大地を、骨から山を、歯と骨から岩石を、髪の毛から草花を、松、ま、毛から水がるずを囲う防壁を、 頭蓋骨から天を作り、ノルズリ、スズリ、アウストリ、ベストリに支えさせ、脳髄から雲を作り、残りの腐った体に湧いたうじに、人型と知性を与えて妖精に変えた。ユミルの名は、インド神話に登場する山と、同語源である。h r エリス・ディビットソンはその上で、彼の名を、根生物、妖精具有と理解することができ、一人で男性と、 女性を生み出し得る存在と考えることができ、さらには人間と巨人の子孫とも見ることができるとしている。アウズンブラの父を飲むユミル。ありがとうございます。